はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。 KA 様、正義様、鈴代様、白丸様、博多トッシー様、田中大吉かっこ芝様、ご支援ありがとうございました。何でもご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金や河野太郎との法廷闘争を資金させていただきたいと思います。今日靖国神社行ってまいりました。初詣ですね。皇居の一般参賀がですね中止になっちゃったみたいですね。っていうのも昨日元旦の夕方日本海、を震源とする地震が発生、ちょうどね昨日の動画をアップした直後でした。東京も揺れました。能登半島を中心に大被害、津波被害も、震度って7が最大で震度8はなかったんじゃなかったでしたっけって思ってたんですけれども、後に7は誤報と気象庁が謝罪しておりました。東京も揺れましたけれども、東京は震度2だったかな。北海道も、九州も揺れたそうで、なんか日本列島全体が揺れた感じの大きな大きな地震でありました。建物の倒壊多数、輪島市では50軒以上が燃えるなど火災多数、1.5 メートルほどの津波の被害もありました。5メーター級の津波警報も出ましたが、現在は津波警報は全て解除になっております。倒壊した家の下敷きになるなどして死者は現在のところ48名、行方不明者多数。ツイッターのフォロワーさんの中にもですね、帰省中だっていう方や兄と連絡が取れないっていう方もいて心配であります。水道管の被害が大きいため全国の水道局から給水車が応援に駆けつけ、消防隊と警察隊も全国から応援駆けつけ、自衛隊さん1000人規模の隊が災害出動、基地で、避難民受け入れもしておりました。令和支持者をアカウントプロフィールで歌ってるやつが、武装集団は被災地に来るな、自衛隊の救難活動を妨害する投稿をしてですね、非難号を浴びておりました。さすがね、100人以上殺害している中核派を母体とする令和の支持者らしいな。岸田総理発生から1時間後に官邸入りし、プッシュ型で物資をガンガン送り込むと。プッシュ型っていうのはですね、被災地であれとこれが足りないんだっていう注文聞いてからね、分かったっつって運ぶんじゃなくて、必要そうなものを予想して運ぶ、見切り発車でもどんどん運ぶっていうも、4日に予定していた総理の伊勢神宮参拝も延期になりました。公共の一般参賀、祝ってる場合じゃねえということで中止になっちゃうぐらいですから。なぜか社民党が対策本部を設置しますと宣言し、一体何すんだよ、余計な真似すんな、邪魔になるからと困惑する声多数。私ね、議員になった時に先輩議員から、災害の初期に議員が行くと職員がそいつの応対しなくちゃいけなくなっちゃって、対応しなくちゃいけなくなっちゃって邪魔になるから行かない方がいいって教わってます。再稼働が決まった柏崎原発は無事、揺れで冷却プールの水が溢れ出たぐらい、6リッターとか600リッターとか言ってたかな。滋賀原発の変電機で火災発生、ショートをしたんでしょうか。 SNS で寄付を呼びかける詐欺が発生、6歳の子供もいます、助けてください、寄付してください、でね、お前ただの浪人生だろって、速攻バレておりました。こういうね、人が困ってる時に人騙して儲けやってる真似は許せませんね。なんか火事場泥棒って感じ。募金は被災地の共産党支部のために使わせていただきますって小さーく書いてあるつ詐欺を共産党は得意としているので、皆様騙されませんように。火事場泥棒は普通の泥棒よりも悪質で厳罰ですよね。箱根駅伝は予定通り開催されました。元旦の正月版特番は全部吹っ飛んだそうだが、テレビ局の事情なんかどうでもいいですよね。テレビ東京、地震報道をやめ、午後6時41分から出川の充電4時間スペシャルを放送してしまいました。なんと、スナクイギリス首相、
日本を支援する用意がある。トルドー、カナダ首相、支援の準備はできている。マクロン、フランス大統領、我々の支援を頼りにしていただきたい。各国首脳が相次いで支援を表明。とにもかくにもですね、もう一刻も早く行方不明者救出と被害が少ないことを祈るばかりですね。何千人っていう避難民、まあ、あの家ね、倒れちゃったから、いらっしゃるそうで、寒くて参っちゃうよな、でも気の毒だな。東日本大震災の時は、あの私ん家は倒れませんでした。で、避難場所になってました、実は、親戚の、家屋が古くて倒れっかもしんねえなんつって、あとですね、あれです、 5,6 日後にドガンとまた揺れて、そんでとどめ刺されたって家が多くてですね、東日本大震災だと、こちらもですね、数日後のドガンとまた来るかもしれないんで、それに警戒してほしいなと思っております。今日のその他のニュース、あ、今日靖国神社、あ、あ、言ったな、それ。今日のその他のニュース、2023年度の NHK 紅白は最低視聴率だった記録の2021年度 34.3% を下回る 31.9% を記録し、過去最低の座に輝きました。 30% 切りもあれですね、来年あたり達成できるのかな。7枠も韓国勢を増やして盛り上がったのになぜ、全くの不思議。過去最低っつっても 30% もあんだ、まだな、息の根止まるまではまだ先になりそうですね。しぶといですね。元旦の持ちか、都内だけで7人が救急搬送。皆様も十分にご注意ください。ギュンゲン駐日トルコ大使、クルド人について選挙権もあるし人権は保障されている、トルコ国内でね、そうだよ、クルド人の議員もいるのに、弾圧されてるとか嘘だから、連中のですね、難民申請は日本に滞在するための偽装であることを確定させる。川口市の治安上の問題を大いに懸念している、送還に協力するとも、だったらあとは自民党のやる気の問題ですよね。有馬哲夫っていう早稲田大学の教授いるそうで、外国人犯罪者を強制送還するなら日本人犯罪者も国外追放しなくてはと投稿し、周囲を困惑させる。追放するってどこに、何言ってんだろうこの人、全く分かんない。我々とは違う日本語を使ってかもしれないですね。各国の研究でですね、労働が寿命を伸ばすことが報告されて、おりました。まあ同じような似たような結果、働いている人は比較的介護が必要にならない、健康でいられる。定年退職後にですね、無意に過ごすと寿命が縮むみたいであります。なんとなくわかる気がいたします。無意は健康の敵ですね。80歳、でお元気に働いてらっしゃる弁護士さんと床屋さん知ってます。床屋さんの方は染めてないっちゅうので髪が黒してるの。いいな、私この辺白髪 ありますからね。弁護士、脳みそ使う職業ですよね。80歳でまだまだお元気で弁護士やれてるって方知ってます。すごいなと思うんですけれども、というわけで、明日からも本年度も、日本改革党と靴沢をよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。